皆さんこんにちは。今日は僕の乗っている車をご紹介したいと思います。このチャンネルをしばらくご覧になっている方々にはわかると思うんですけど、まだそこまで、時間経ってない、そんなに長く見てない方々には、一言で説明すると、僕の車はちょっとこうアメ車のピックアップなんですね。旧車しかも。で、今はこの家にはないんですね。実はこの前ちょっと不具合が起きまして、で、今、いつも僕がお世話になっている車屋さんの方で、今ちょっとこう、直してもらってるので、で、それがちょうどですね、今日できたので、その取りに行きます。で、取りに行った先で皆さんにご紹介できればと思います。で、僕の車なんですけど、なんでその車にしたかっていうと、はい、1台しか持てなくて、で、そのということで、ちょっと妥協した形にはなったんですけど、仕事もできて、かつプライベートでも、プライベートでも使える車にしたかったんですね。ということで、形にしたんですよ。だからちょっとこう、妥協という形にはなるんですけど、和暮らし？和なのに、ここまで和を追求する村雨なのに、なんでアメ車なのって思う方がもういると思うんですけど、やっぱりこう、なんて言ったらいいのかな。旧車なので、なんかね、合うんですよ。古いものって、いい味出してて。と、僕は、すごい勝手に思ってるんですけど、車は僕結構好きで、いろんな車が好きなんですけど、で、大昔からやっぱりこう、V8、V8 っていう、ちょっと排気量大きめなエンジンに憧れてて、いわゆるマッスルカーって言われた、アメ車にちょっと憧れてたんですね。で、旧車っていうことなので、僕的にはすごいいい味を出してて、やっぱすごい乗ってみたかったんですよ。ということで、それもあって、車にしたんですよね。はい。で、今から、ちょっと取りに行くんですけれども、ちょっと今日はですね、かなり風が強くて、で、ひょっとしたら、向こうであまりいい音があまり取れない可能性もあるので、その場合はちょっとこうテロップとかでご紹介しますので、すいませんが皆さんご了承ください。では今から行っていきたいと思います。で、皆さん、埼玉県の深谷市に着きました。天気めちゃめちゃいいです。今からタクシーに乗って車屋さんの方に向かいたいと思います。はい、今僕がいつもお世話になっている車屋さんの方に着きました。これは多分今ご覧になっている方々で、車好き、旧車好きにはもうたまらない場所だと思います。ちょっと今から入って一緒に見ていきましょう。そもそもちょっとカリフォルニアをイメージして、ヤシの木とかすごい雰囲気抜群の、いかにもちょっと本場って感じの。
パンツかけて。はい。あ、多少ある、あったね。多少あった。あ、ワンモータイム。はい。かけない形ですね。そのピックアップなんだか、ちょっとこう普通の車のこうハイブリッドみたいな形してますよね。はい。でこれはあの1970年のフォードのランチェロという車です。でパッと見てやっぱ印象的なのはこの形ですよね。これはもう本当に、まあ、ピックアップでもなく、まあ、普通のワゴンでもなく、やっぱその間、中間的なもので、本来そのトリノっていう車の後ろ部分をピックアップしたっていうような感じの車ですね。これも最初1950年代から生産されて、で1970年代の後半まで生産されてたんですね。で今もずっとそのからも作られてる車じゃないんですね。はい。ちょっとエンジンルームから見ていきましょう。まあ結構スカスカっていうかエンジンルーム自体がそんなまあ古い車なんで。すごい物も入ってないですね。エアコンも入ってないです。で、真ん中にドカーンとこのアメリカの V8。これは351クリーブランドという V8 のエンジンですね。351キュービキンチだから 5.7 リッターですね。まあそこそこ馬力もあります。280ぐらいかな。中も今軍手が仕事で使った軍手が乗ってます。中もかなり渋い感じですね。入ると革のいい匂いがします。ダッシュボードです。まあ本当にここシンプルで、もうスピードメーターとガソリン温度と今動かない時計がありますね。すごいシンプルでタコメーターとかも何もついてないです。あとここにエアコンの操作パネルがあるんですけど、これ今動かなくてもうヒーターしか動かないですね。すごいすっきりしててシンプルなインテリアですね。これはそしてこのワインレッドもなかなか渋い色ですね。結構でも中綺麗です。フォードランチェロで、ちょうど今たまたまですけど、ここの僕の車の隣にここに止まってる車、これも実はランチェロなんですよ。だけどこれが60年代のランチェロなんで型が全然違いますね。一応まあでもコンセプトとしては車として一緒かなっていう、このまあちょっと乗りやすい感じの車のスタイルとピックアップの2台を組み合わせた感じですね。はい。でも僕の車とこの車を比べるとやっぱり僕の車の方が全然ちょっとやっぱ大きいんですね。
で、そしてなんとここに隣に古いエルカミーノも泊まってますあのなんかこう偶然だろうけど、こんな3台がこんな一緒に泊まることは多分なかなかないです、はい、この隣のエルカミーノですけど、フォードが最初にランチェロっていうのを出して、で、それをちょっとこう、まあ、エルカミーノはランチェロより有名ですけど、それをちょっとこう、フォードを真似て、シボレがエルカミーノっていう車を作ったんですよね。こっちの方が多分日本でまだ見かける車ですね。はい。シェブル型のエルカミーノですね。アメリカ独特の3台ピックアップですね。